はい、本日はですねこちらアークテリクスの偽物と本物を徹底的に分析していきたいなというふうに思います。でこちらにあるのがですねアークテリクスの偽物そして本物ということで、この偽物に関しては視聴者の方からちょっとお借りしているものになるんですが、これリュックだけじゃなくて実はですねここにあるめちゃくちゃ人気のねこのマカ2というボディバッグみたいなのがあるんですね。これも実は両方あるんですけど、どっちが偽物でどっちが本物やねん、いやはたまた両方偽物ちゃうか、いやいや言うてますけども両方本物ちゃいますかねとかいう風にパッと見分からないと思うんですよね。で分からへんと思うのに、なんでお前卓蔵はそんなこと分かんねやというところになると思うんですよ。でそれは確かにその通りということでね、僕もこんなもんパッと見ただけで全然偽物か本物か全く分からへん。そして、これを持ってですねアークテリクスに行ったわけなんですね。アークテリクスの店舗に行って実際これを持って行った上で、じゃあこれ見てくださいと言ったんですよ。ほんなら店員さんもおそらく偽物やとは思うんですけども、ちょっと一回本社に正規品か確認で出してもいいですかってことやったんで、このね、マカ2とこちらのマンティス26というのをですね本社の方に送ってもらったんですよ。で1週間ぐらいねボーっと待ってたんですよ。鼻くそほじってポテトチップス食べながらボーっとしたらですねブルルって電話が鳴ったんですね。パチって取ったら、確認が取れましたと。で確実に偽物でしたということで、両方とも3点ずつ偽物の箇所がありましたんで、それも踏まえてお伝えさせていただきますということでですね、ご丁寧にちゃんとメモ用紙まで作ってもらってですねこちらに書いていただいてますので、これをですね今回紹介していこうじゃないかということで、たまたま僕両方とも本物を持ってるんですね。正規品も買ってあるので正規品持ってるし、で視聴者の方からいただいて貸していただいてる偽物の、2つがありますので、それを見比べながらね、違いっていうのを見ていきたいなと思います。まあ、なので今日の流れとしてはですね、この偽物がどう違うんかというのをまずはリュックの方3点見ていきますと。でこの3点が違うから偽物と判明されました。そして次はマカ2の方の方も、方の方ねもう3点、違いがありますので、そちらの方を見ていただいて、で最後は、ご注意してくださいねという注意喚起で終わりにしたいなというふうに思います。まあ、まずリュックの方から見ていただければ、リュックの方はちょっと分かりやすく、視聴者の方がね気を使ってタグをつけっぱなしにしていただいているので、このタグがついている方が偽物っていうのが、パッと見て分かると思うんですけど、これもしタグがなかったらどっちがどっちか分からんし、嫁にも言われたんですよね。これ間違わんようにしやって言われたけど、いやそもそも間違い偽物の箇所俺分かってるから間違うことないで言うたんですけど、それぐらいもうパッと一見見た感じだったら分からへんと思うんですよ。これ並べてみたらねパッと分からへんと思うので、じゃあどこが違うんかっていうところをまず見ていきたいなと思います。一応3つ違うんですけども、それこそこのパッて外見見てもらってる段階でもうそもそも1箇所違うんですよね。でこれロゴとか見てもですね、店員さんですらロゴ見ても分からんかったんですよね。よく多くの偽物っていうのはロゴが大きかったりロゴが小さかったりするから一瞬で、あこれ偽物ですやんって分かったりするらしいんですけど、これに関してはめちゃくちゃ巧妙に作られてるから正直偽物かどうか分かりませんみたいな、ロゴ見ただけでは分かりませんって言われて、で他にもジップとか見ても正直偽物かどうか分かりませんってことやったんで、めちゃくちゃこれは作りとしてはもう完璧に近いんですよね。でじゃあ何が違うのか、まず1個目いきますか。このね横のねボトルとか入れるところあるじゃないですか、ペットボトルとかポーンって入れたりするところ、ここの生地がそもそも違うんですよね。でこれに関してはじゃあ偽物だけよく見た上で違うかどうかって言ったら分からないんですよね。これ普通のメッシュの生地ですやん、多分本物もこんな感じだったな、じゃあ比べてみようということで本物横にあるじゃないですか。微妙にメッシュのそもそもの生地が違うんですよね。あこれ比べてみたら分かるけど、もう単体で見たら全く分からへんわっていう感じだと思うんですけど、まずこういったメッシュの生地をアークテイクスは使っておりませんということやったんで、まあ、これが使われてるということはじゃあ偽物ないなっていうのが分かると思うんですけど、まずここが偽物ですよねと。じゃあこの上に書いてるマンティスも違いがあるかなと思ってパッと見たんですよね。黒い字やからよく分かりづらいけど、まあ本物とあるから見比べたら違うかなと思ったら、これも分からないですよね。まあもうほんまにパッと見ただけでは分からへんなっていうことになってて、まずこれが1箇所目ですよね。ほんで次がですね2つ目っていうのが、次は開けていくんですよね。リュックをバッと開けていった時に分かる部分になるんですけども、まあ、偽物も本物もガバーッとこう開けていって、これでパッて気づきはる方いらっしゃいますかね。まあ多分多くの方があんまり気づかないとは思うんですけども、何が違うかというとですね、よーくよーく見ていくとですね、実は縫製なんですね。この塗ってるところが違うってことで、もちろんタグとかが違うと思われる方もいらっしゃると思うんですけど、タグに関してはね正直店員さんが見ても分からんかったんですよ。いやーちょっとこれは分からないですねみたいな感じだったんですけど、縫製に関してはこれ丸っきり違いますねっていうことになってて、自社のその
アークテリクスで作ってる製品のミシンの、ね、縫い目見てください。めちゃくちゃ綺麗にこうまっすぐ縫われてるっていうところで等間隔でね綺麗に縫われてるんですよね。だからこのミシンの縫い方はこっちは例えば何ですか、ちょっと長めの3ミリ次は2ミリみたいなことは絶対ないんですよ。もう同じ2ミリだ2ミリの間隔でバーッと打ち続けられてるけど、こう偽物の方をパッて見てもらったらですね、若干やっぱり斜めになってたりだとか、あと間隔がね等間隔じゃないんですよね。若干こう短いのがあったり長いのがあったりとかするんですけど、これもよう読みやな分かりませんね。ほんと目こすりまくってグッと見て、ああ確かに違うかもって思う人もいてれば、ここまで言った上でも俺には分からんわっていう人もいてると思うんですけど、これぐらいまあ巧妙に作られてるってことで、多分単体1個で見たらこれが粗いかどうかって正直またこれも分からないですよね。比べるから、あ確かに粗いなとは思うけど、単体だけでバーって見てる分にやったら、まあ粗いと言われれば粗いけど、こんなもんって言われたらこんなもんちゃうんかっていう風になるんですけど、まあまずこういうとこが違うと。でこれが2つ目ですよね。じゃあ次3つ目何が違うかというとですね、このストラップなんですよね。このパーッと見えてるストラップ、このかけるストラップがあるんですけど、これ形はね全く本物も偽も一緒なんですよ。だから一緒かな思ったりするんですけど、これもねよーく見てもらったら本物の方が若干マットな質感というか、まあ、これ実際触ってみるとね、ちょっとなんですか、しっかりしてる作りやなっていう感じで、じゃあ次偽物の方触るじゃないですか。これもパチモンやないかいっていう感じで、もう何ですかね、100均とかで売ってるんかなっていうぐらい結構安っぽい感じのプラスチックって感じなんですよね。でこっちの方本物の方も一応プラスチック、プラスチックなんですけど、まあなんていうんですかね、まあちゃんと作られてるなっていう感じがするので、触るとね全然ちゃうなとは分かるんですけど、これをもうまた単体で見ただけで分かるんって感じだと思うんですけど、まあ、比べるとね、あ確かにちゃうっていう感じですけど、もうこんだけ形というかその見た目の大きさとかも同じように使ってて、唯一素材が違うんかなっていう感じなんで、これ気づく人おるかなって感じなんですけど、まあこれと、あともう一個ありました、もう一個っていうのがですね、次は底なんですよね。この底の部分に関してはこれ正直映像で見ても分からないんですよ。っていうのもなんで分からへんかというとですね、生地は同じなんですね。だから生地感としての縫製とかは全く同じになってるけども、唯一違うのは厚さが違うんですよ。だからこうやって触ると、あ偽物の方が薄いんですよね。あ薄いなって分かる。でも本物の方に関してはもうちょっと分厚い生地のデニール、よく僕服の話デニールとか言うんですけど、こう生地がね薄かったらデニールがちっちゃいとか言うんです、小さいって言うんですけど、これがねちょっと薄いかなという感じになってて、本物の方はまあ頑丈やな、ほなそれ本物やないかいということで、これはまあ本物やろうということになってるんですけど、まあそんな感じでね、以上4点が違うということになってます。まず1点目が何が違うかというと、横のメッシュの、ね、生地が違いますと。で2点目何が違うかというと、こう開けたところの縫製がやっぱ粗いんですよねっていうことになってて、これに関しては結構マンティスだけじゃなくて他のものにも言えたりするので、次のマカ2でもお話はするんですけど、この縫製が粗いのは結構まあまあ偽物あるあるなんかなと思うんですが、まあそういうのがあったりとかして、まあ、次にはこのプラスチックの金具の部分がチャッチー感じになってるよということと、4つ目っていうのが底の生地の部分が薄い感じになってるっていうのが、この4点が偽物である理由ということになってるんですけど、普段であれば結構なんていうんですかね、ちょうど僕が持って行った時にも、実はこれ昨日も偽物持ってきはった人いらっしゃったんですけど、実はめちゃくちゃ分かりやすくて、もうパッと見ただけで偽物って分かるんですみたいな、大体はそんな感じでパッと持ってこられても、あ偽物ですねってもう店舗で分かるレベルなんですけど、これに関しては店舗でも分かるけども、どこがって言われたら正直うんっていう感じなんで、ちょっと一回本社持っていきますねっていうぐらい精巧に作られてても、やっぱりちょっと縫製は甘かったりするんですよね。まあ、今後購入される時とかってネットとかで買う場合はもう画像すり替えられてたらもう全く分からないんで、何とも言いようないんですけど、まあ、本物かどうか見比べるときには結構縫製は大事になってくるんちゃうかなと思います。まあ、次のマカ2でも言いますけどね、というのがまあマンティス26ということで、これが偽物と本物の違いということになっております。ほいでもって次がですねマカ2ですね。これ今名前変わってマンティス2という名前になってるんですけども、まあおそらくマンティス2もね、ここに本物はあるんですけど、偽物も絶対出回ると思いますので、まあ、同じような見分け方してもらったらいいと思うんですけど、これもまあ偽物をお借りしてる状態なんですが、何が違うかというと、これも3点ありますね。じゃあまず全体の外観見てもらいましょうか。これ本物と偽物バーッと見てもらってですね、マークが特に違うわけでもない。あマークも同じような、なんか鳥さんが、骸骨の鳥さんみたいなのがいてるよねということになってたりだとか、ジップの形見てみようか、あほんなら別にそんなもん変わらんよねとなってたりだとか、それ以外にあったら生地の質感も見てみようか、あそれも別に見た感じはそんな変わらへんよねと。じゃあ裏っ側見てみようかと、まあ、裏っ側のメッシュ、あまあ若干ちゃうかな、それよりも本物の方がもうボコボコしすぎて、使いすぎてボコボコしてるやないかいとは思うんですけど、まあそれは一旦置いといて、
まあ、そんな感じになってて、次は紐のストラップの部分がなんか違う部分あるかな、まあ、それもあんま変わらへんというか、もうほぼほぼ一緒やないかいっていう感じだと思うんですけど、まあ、これが全体の感じ。じゃあどこが違うのかというと、まず1点目っていうのがですね、これ開けたところの内側のね生地が違うんですよね。で、何の生地が違うかというと、こっちにはなんか知らんけどハンドクリームが入ってるから、これは一回ちょっと出しとこうか言うてね、この生地の色を見てもらいたいんですけど、偽物の方はねちょっと何ですかね、あの色がグレーやけどちょっと黄色みがかったグレーというか、なんかちょっとこう使い古されたこう老舗の工場みたいなね感じの色味をしてるということになってて、じゃあ本物の方に関しては綺麗なグレーになってるので、まあ、これはザグレー、もう誰が見てもグレーですやんっていうことになってるんですけど、これ偽物の方に関しては、うん、グレーというよりかは黄ばみグレーかなっていうような感じの、この色がまず違うっていうのが一つの判断基準であると。これもまあ並べるとね分かると思うんですけど、単体だけで見てさ気づけるのかって言ったら、まあ微妙なところなんですけど、まあ、これが違うと。で、次2つ目っていうのが、このメインのとこピュッと開けていってもらうと、先ほどのマンティスと同じなんですけども、縫製がやっぱ荒いんですよね。で、縫製が荒いっていうのは、まあ、縫い目のことなんです。縫い目が荒くて、本物の方を見たらねめちゃくちゃ細かい感覚でダダダダダダってこう打たれてるんですよ。ほんまに北斗の拳の百裂拳みたいな感じで、同じ感覚であのリズムを刻んでるんですね。ダダ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 ってなってて、まあもうお前は死んでるって感じになるんですけど、この偽物の方に関してはこの感覚がめちゃくちゃ荒いんですよ。だこれじゃあ北斗の拳は倒せないと、ケンシロウは倒せません。これでもジャギぐらいのレベルですよね。ジャギやと一発でやられるやないか、兄貴やけどやられるという、まあ、どういう展開の設定になってるのか分からんけども、まあ、一旦それは置いといて、それぐらい、まあ、ちょっと荒い作りになってるねっていうのがこの縫製ね見てもらったら分かるので、本物やったらより細かいで、偽物に関してはちょっと大雑把やなっていう。これはまああのなんていうんですかね、僕家庭科とかも全く苦手なんですけど、この僕でレベルですらできんちゃうかと思えるぐらいちょっと荒いんですよね。で、本物の方に関してはあもう絶対できんと、もうこれはもう何年修行してもできひんと思えるぐらい、ちゃんとなってるんですけど、まあ、そういうところが違うと。で、3つ目っていうのが、このね持ち手のとこについてるこの輪っかのストラップがそもそも長さが違うんですよね。本物の方はちょっと短いんですけど、偽物の方に関しては少し長めに設定されてるっていうところが若干違うということになっておりますし、あともう一個言うの忘れてました、4つ目ありました。それがあの裏生地ですね。裏のそもそもメッシュがあの違う生地が採用されてるということになってるので、まあ、これも比べるから分かるけども単体で見たら多分分からないのかなって感じなんですけど、まあ、これが違うということになっておりますと。はい、ということでね、あの以上見てもらったんですけど、正直アークテリクスの偽物ってここまで巧妙に作られてるって店員さんもちょっとびっくりされてるぐらいやったんで、特にネットやと、まあ、フリマとかもそうですし、あとそれ以外にもこう結構大手の、販売サイトというかオンラインサイトとかでも結構偽物が出回ってることもあるらしいんですね。まあ、これはあの特にどこっていうのは言わないんですけど、結構多く偽物が出回ったりしてるらしいので、まあ、店員さんもおっしゃってあったんですけど、まあ、購入されるんであれば、まあ、やっぱ正規店で購入されるか、もしくはオンラインでも楽天は比較的本物が多いというか、まあ、偽物が出るって聞いたことないので、まあ、楽天やったら安心できるんちゃいますかねっていうふうにおっしゃってあったんで、まあ、僕も普段はあのリンクは楽天のやつを貼ってるようにはしてるんですけども、まあ、他の大手でもちょっと危ないところは危ないというか偽物が出てるところもあったりするらしいので、まあ、その気をつけていただきたいなと思いますし、正直オンラインやったら画像なんかいくらでも変えれるじゃないですか。だから実際手元届いても、まあ、偽物か本物か分からへんということになってるし、まあ、このね持ってはる方は別に偽物でも、まあ、使えるから別にそれでいいですっていう方も全然いらっしゃると思うので、偽物やから悪いとかはないと思うんですけど、本物やと思い込んで買っちゃってずっと知らんまま本物やと思ってるのはちょっと残念じゃないですか。で、何が残念って修理ができないんですよね。もしかに紐切れたとか、なんかちょっと破れたってなったら修理が全くできないっていうのが偽物になってますので、これもね本社に出したじゃないですか、偽物のやつね、マンティスとかマカも。そしたらこれってやっぱ修理はもうできないんですよねって、もう正規品じゃないと修理はもう全く受け付けませんっていう風に言ってたんで、どんだけ似ててもどんだけそっくりやとしても修理はできないという風におっしゃってあったんで、まあまあ気をつけていただければいいかなという風に思います。ということになってますので、本日はですね、アークテリクスの偽物と本物を比べてみたということになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。